今日は晴天に恵まれました。甲子園球場からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの7回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出している以上、この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるでしょうからね。そうですね、期待しましょう。まずはタイガースのエースメッセンジャーが甲子園のマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。神里が打席に入ります。2試合当たりが出ていません。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり、はい、打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている宮崎。昨日はマルチアンダーを記録しています。メッセンジャー、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ワンアウトランナー一塁となりました。打順は3番ソト。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。試合前ちょっと話したんですが、今はバットが触れてるんだと言ってましたね。はい、さあ今日も続けることができるんでしょうか。いい当たり、セカンドの右抜ける、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ワンアウト三塁二塁です。バッターボックス筒香。タイガース連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。打ちました。これはどうか、一二塁間を破る、バックホームする、サードランナーホームイン。ベイスターズ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。まあここは踏ん張りどころでしょうね。まあ勝負強いバッターを迎えてますから、配球には十分注意が必要だと思いますね。そうですね、さあ気をつけていきたい。ロペスが打席に入っています。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。初球打ち、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った。スリーランホームランが出ました。タイガースその差を4点に広げられる重い一発となりました。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターボックスには6番伊藤。昨日のゲームでは無安打に終わっています。タイガース初回から相手打線に捕まっています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。本来のピッチングとはちょっと違いますよね。修正できるかどうかがポイントになりそうですね。センターへ抜ける、これで5連打、ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っている石川。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、高いバウンド、メッセンジャー一塁へ、アウト、ツーアウト。さあそして打席には柴田が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、追加点は許したくないところ。序盤でリードされている分、ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですよね。まずは簡単にストライクが来ました。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。ベイスターズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、5対0。タイガース、もうこれ以上点はやれません。バッターはピッチャーの大貫。
タイガースこの回先制点を与えています。際どいコースに送ってストライク。2球目は何で来るか。インコース決まった。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。しかしこの回ベイスターズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。5対0、ベイスターズ先制です。守ります。1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の大貫。どう立ち向かっていくのか注目です。バッターは近本。さあベイスターズはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。引っ張った。ロペス一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている糸原。前回のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。初球ストライク。2球目打ちました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には3番バッター糸井。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。初球ボール。インサイド落ちました。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで9試合連続安打。ワンアウトランナー三塁二塁。バッターは4番マルテ。まあいきなり差をつけられましたけど、一つ一つチャンスをものにしていけばまだまだ分かりませんよね。さあ序盤から離された格好ですが徐々に返していきたいところ。まずは慎重に外から入ってきました。高めのボール。このフライはどうだ。落ちるか。掴んで2アウトです。バッターボックスは5番大山。ツーアウトになっています。初球いきなりインコース。強気な攻めをしてきます。バッターの大山今シーズンの得点圏打率は1割7。打ちました。ショート前に来る。柴田一塁を送ります。一塁アウト。スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。1回終わりました。5対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。2回の表、 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。神里がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。さてタイガースの先発はメッセンジャー。ここまで4試合に登板して2勝0敗という成績。前回の登板は5イニング投げて自責点に、勝敗はつきませんでした。インサイド落ちました。これはどうだ。センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番宮崎。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいボールでしたね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライクです。
3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。今日もマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。打席には3番バッターソト。まあタイガースとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。ファウルになります。ソト低めの球、ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました、いい打球だ。大きな打球になった、レフト下がっていく、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム2本目のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。タイガース追加点を許します。8対0、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。ここは当然という交代でしょうか。タイガースピッチャーを変えます。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは能見。さあマウンドに上がったのは能見、今シーズン7試合目の登板です。まず内をついてきました。ファウルです。際どいコースには投げ込んでいます。ファウルになります。打った、ノーミー抑えて一塁アウト。さあバッターはロペス。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど、さあどう来るか。打ちました、これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ストレートを打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックス伊藤、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。打ちました、抜けていきます。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁。インサイド打ち上げました、ここはフライになっています。高山が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ3ランホームランで追加点を挙げています。8対0、 DeNA ベイスターズのリード広がっています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、6番バッター高山、昨日のゲームでは無安打に終わっています。タイガース点差が離された2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ点差が開いてますから、早めに1点でも多く返していくというのが大事ですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。バッターよく見ました、ボール先行です。これはセカンド石川取ってワンアウト。バッターは7番に入っている梅野。大抜き、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、ヒットになった。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスは8番北条。
昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ヒットでランナーを一塁に置いています。セーフ。初球ボール。一塁牽制、一塁はセーフ。体に近いところ、ボール先行です。これが3球目。3球目打ちました。センターの前、あっという間にセンター前へ。タイガースチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあバッターは能見、そのまま打席に入ります。まあここで点を取りに行くよりも次の回の続投の方が優先ということですね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。バントしました。取りました。一塁へ。ツーアウトになりました。送りバント成功です。ツーアウトランナー三塁二塁。まずは変化球から入りました。インサイド、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回終わって8対0、ベイスターズ大量リードしています。3回に入りますベイスターズの攻撃。8番バッター柴田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。タイガース厳しい展開で序盤3回を迎えています。ストライクです。ノーボールツーストライク。さあ3球目は何か。打ちました。浅いフライ、この打球はフライになっています。3球目打っていきましたがライト掴んでワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の大貫が打席に入ります。ピッチャーが相手でも気を抜いてはダメですよね。そうですね。アウトコース決まってストライク。インハイ決まっています。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。打ちました。これは浅いフライ。積極的に行きましたがレフト掴んで2アウト。打順はトップに帰って神里、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。さて今日のタイガースの先発は序盤大量失点で交代したメッセンジャー。早々に打ちました。手を伸ばして取った。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。8対0、ベイスターズ大量リードしています。赤星さん、この展開ですから序盤のうちに1点でも返しておきたいところですよね。そうですね。まあとにかくなるべく早めに追いついておきたい。初球打ち、浅いフライ、ここは打ち上げています。バッターボックスには3番糸井、まあ、さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目外れました。打ち上げました。これは浅いフライ、ここはフライになっています。積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。打席には4番バッターマルテ。
先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになって打ちました。浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになりました。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー一塁、バッターは5番大山。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。3回終了、8対0、ベイスターズ大量リードしています。回は4回の表に入っています。ベイスターズの攻撃、バッターボックス宮崎、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね、これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。タイガース厳しい展開で中盤4回を迎えています。次外すにしても意味のあるボールにしたいですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。いいボールでしたけどね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。三振になります。ワンアウトです。3番バッター外、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、能見、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。食い込んできましたね。いいクロスファイアーですよね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、打順は4番筒香。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。空振りです。これが2球目。見送ってストライク、ノーボールツーストライク。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。9対0、主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には5番バッターロペス。打ちました、あっと強い当たり、取れない、ヒットになった、内野を抜けていきます。これはショートのエラーです。ツーアウトランナー二塁、記録はエラーということになりました。赤星さん、今のプレーいかがですか。どうしたんでしょうね、今のは。甘いコースでしたが見送っています。バッターボックスの伊藤、今シーズン得点圏での打率は3割2分3厘となっています。3球目打ちました、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回ベイスターズソロホームランで追加点を挙げています。9対0、 DeNA ベイスターズのリード広がっています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは6番高山、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガース点差が離された中盤4回の攻撃です。赤星さん、ここは塁に出てつなぎたいところですよね。そうですね、この点差なのでこの回は大事に攻めていきたいですよね。確かにその通りですね。落ちる球を持ってきました、ボール先行です。打ちました、これは浅いフライ、先頭バッター出ました、タイガース、ノーアウトランナー一塁です。打順は7番梅野、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
初球はボールから。さあ2球目は何か。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。飛距離はありますが守備範囲内か。神里抑えてワンアウト。バッターボックスは8番北条。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトになっています。一塁牽制セーフ。2球目打ちました。ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。取ってツーアウトです。バッターは途中からマウンドに上がっている能見。ツーアウトになっています。初球ボール。次が2球目。2球目打ちました。取った。そのまま入って2塁フォースアウト。3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。4回終わって9対0ベイスターズ大量リードしています。さあまず1球目。いいとこ投げてきますね。低めこれは決まった。あっという間に2ストライクです。高めに外れます。これが4球目。ここは落としてきました。打ち上げた。この打球はフライになっています。フラフラっと上がりました。6球目打っていきましたがワンアウトとなっています。バッターボックス柴田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。はい、そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ち上げました。伸びていく。ここは打ち上げています。2球目打っていきましたがライト掴んで2アウト。次はピッチャーの打順ですが先発の大貫がバッターボックスに入ります。まあ、ここはピッチャー相手でも雑になってはいけませんね。そうですね。インコース決まってストライク。2球目は何で来るか。アウトコース決まってストライク。ノーボール2ストライクです。次が3球目。ファウルになります。さあ4球目は何か。打ちました。浅いフライ、ヒットになりました。大抜きヒットが出ました。2アウトランナー1塁。打順は1番に帰ります。バッター神里。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか。北条が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。9対0ベイスターズ大量リードしています。赤星さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですがいかがですかね。そうですね、イニング的にもそろそろこの辺りで得点しておきたいですよね。そうですよね、反撃なるか注目です。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー三塁です。打順は2番糸原。このチャンスをものにして勢いをつければまだまだ分かりませんよね。さあどんどん点を返し、インサイド落ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン、1点返しました。タイガース
センター前へのタイムリーヒット。9対1タイガース、まだ大きくリードされています。バッターボックスは3番糸井、初球ストライク。さてバッターボックスの糸井、バッターとしてはどういう特徴がありますか？非常に厄介なバッターですよ。大きいのも打てて難しいボールにも対応してきますし、さらに選球眼と足もありますからね。なるほど、そうですか。引っ張った、石川、二塁は無理、一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターボックスは4番マルテ、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースランナー初球打ち、柴田が掴んで2アウト、セカンドランナー飛び出している、二塁転送はアウト、ダブルプレー。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。5回終わって9対1、タイガースが得点しました。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターボックスには2番宮崎、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね、タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の森谷、打ちました、これは大きい、伸びていく、ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。これも初球打ち、糸原掴んで2アウトになりました。バッターボックスには4番筒香、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、2アウトランナーありません。ファウルです、まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。打ちました、これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ、ライト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。打ちました、痛烈、北条ジャンプ1番よく取りました、ファインプレイ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。9対1、ベイスターズ大量リードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏追いかけるタイガースの攻撃、打順は5番大山、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガース点差が離された6回の攻撃です。落ちる球、打った、大抜き取ってワンアウトです。打席には6番バッター高山、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。これが2球目、高め外れました。打った、石川取って一塁アウト。バッターボックスには7番梅野、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。
前の打席はいい当たりだったんですけどね、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね、期待しましょう。ツーアウトランナーありません。外への変化球は決まりません。ボール先行です。インサイド変化球外れます。ストライクが入りません。打った、ボールを拾って、これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。打席には1番バッター北条。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットで引っ張った。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁二塁。まずは変化球、バッターボックスには代打の鳥谷。バウンドファーストを取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。6回終了9対1、ベイスターズ大量リードしています。これから7回ベイスターズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。岩崎がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドを任されたのは岩崎。今シーズン8試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。ファウルになります。打ちました。ヒットになりました。抜けていきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。改めてお聞きします、バッターの石川どういうバッターなんでしょうか。ランナーになると非常に厄介ですから、とにかく出塁させたくないバッターですね。見逃し三振、ピンチをしのぎました。ワンアウトランナー二塁と変わります。まっすぐから入りました。これもインサイド。とにかく投手有利なカウントのうちは積極的に攻めていくべきですね。さあツーストライク、見逃しで三振を奪います。バッターボックスには代打の梶谷。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。まずはストライクを取りました。これは手が出ないか。ストライクを取ります。すぐに追い込みました。もう次はボール球をどう使うかですね。なるほど、ここは決まりました。見逃し三振です。セカンドランナーは残塁に終わっています。ご覧いただきましょう、最後は素晴らしいコースに投げ込んできました。そうですね、際どいところに投げてますよね。
ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。9対1、ベイスターズ大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃。7回の裏タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーがマウンドに上がります。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。赤星さん、残りの回を考えるとそろそろ打線には奮起してもらいたいですよね。そうですね、あとまだ3回ありますんで1点でも多く返しておきたいところですよね。そうですね、まずは目の前の1点取っておきたいところです。一、二塁間、石川掴んで一塁アウト。バッターは2番糸原、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました、内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス糸井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。インサイド落ちました、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。4番バッターマルテ、終盤でこの点差はまあ厳しいですけども、しっかり集中していいバッティングを見せてほしいですね。さあ残り回も少なくなってきましたが、しっかりと点を返していきたいところ。インサイド落ちました、掴んで2アウトです。バッターボックスには5番大山、今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。高めのボール打ちました、打球はセンターへ、ここはフライになっています。神里が掴んで3アウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。7回終わって9対1、ベイスターズ大量リードしています。ゲームは8回に入ります。 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。バッターは神里、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガース厳しい展開で8回を迎えました。インローボール、打ちました、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打席には2番バッター宮崎、まあタイガースとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。打ちました、取った、一塁送球アウト、ワンアウト。さあバッターはエスコバー、そのままバッターボックスに入ります。まあベンチとしてはこのまま続投させるということなんでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。外角低めのストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました、ピンチの場面、見逃し三振、2アウトになりました。バッターボックスは4番筒香、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいです。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がって入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。タイガース追加点を許します。11対1、相手主砲の一振りでした。5番バッターロペス、これが1球目、打ちました、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の桑原。さあマウンドに上がったのは桑原、今シーズン10試合目の登板です。まず変化球を見せてきました。さあ2球目は何か、アウトコースへいい球が来ました。ここはあっという間に追い込んでいます。このストレートは入りません。
低め、これは外れた。痛烈、これはどうだ。ホームに送球する。これで3連打。2アウトランナー3塁1塁。7番バッター石川、今日はまだ当たりがありません。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ベイスターズこの回7人目のバッターになります。次が2球目、打ちました。高いバウンド、セカンド取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズツーランホームランで得点を追加しています。11対1、 DeNA ベイスターズのリード広がっています。8回の裏、追いかけるタイガースの攻撃、打順は6番高山。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガース点差が離されて8回の攻撃を迎えます。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあ当然そうなんですが、点差もありますから、どう効率よく点を取っていくかも考えたいですよね。残された攻撃はあとわずか、勝敗の行方はどうなるんでしょうか。打った、石川取って2アウトになりました。次はピッチャーの打順ですが、8回から登板の桑原がそのまま打席に入ります。ちょっと点差がついてしまってる。バッターボックスには代打の中谷。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ。打ちました、これは浅いフライ、ストレートに詰まって取りました、アウト。この回タイガース三者凡退です。8回終わって11対1、ベイスターズ大量リードしています。これから9回ベイスターズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。ジョンソンがマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。これから9回、点差が大きく開いたリードの場面でベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の佐野。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。インサイド落ちました、これはどうか。取った、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを、これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。この神里、ここ5試合で打率が1割を切っていますが、不調に陥ってる感じでしょうか。そうですね、状態自体は悪くないと言ってましたから、先ほどのヒットをきっかけにまた上がってくるはずですよ。なるほど、そうですか。さあここから調子を上げていきたい。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク、見逃し三振、ツーアウトになっています。2番バッター宮崎、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。打ちました、これはどうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁二塁。さあバッターはエスコバー、そのまま打席に入ります。ここは代打で攻めていくべきだと思いますね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インサイド際どいところ、ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあこのピンチは空振り三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。11対1、ベイスターズ大量リードしています。
赤星さん、歴史に残るような奇跡の大逆転を期待したいところですよね。いやもちろんそうですね。厳しい点インサイド落ちました。これ破りました。センター前、これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って近本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。この球は外れています。ボール先行です。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。1点返しましたタイガース。11対2になりました。タイガースなおもチャンスです。2番バッター糸原。まあ大差はつけられてますけど、1点でも2点でも返して意地を見せてほしいですね。さあ後がないこの場面、どういった攻撃を見せてくれるか。ストレート打った、アウト。そのままタッチしてワンアウト。バッターは途中からマウンドに上がっているジョンソン。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには代打の原口。ワンアウトランナー一塁です。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。取ってツーアウトです。ファーストランナー飛び出している。いいプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。まあこれは守備が良すぎましたね。バッターボックスマルテ、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。2球目は何で来るか。いや角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めのストレート、ストライク148キロ。打ちました。ヒットになった。これで2試合連続のマルチヒット。ツーアウト2塁1塁。バッターボックスは5番大山。今日はまだ当たりがありません。ストレート打った。おっと、これを掴んだ。2塁へ送球。2塁アウト。これで3アウト。試合終了です。最後意地を見せましたが力尽きました。残念ながらタイガース敗れてしまいました。小宮山さん、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあどうなんでしょうね、かなりがっかりするような内容なので何とも言えないんですけども、次に期待したいですね。そうですね、期待しましょう。勝った DeNA ベイスターズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。失礼しました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。